双子座は王道十二星座の一つ、トレミリの四十八星座の一つでもある。ベータ星は前天二十一の一等星の一つであり、ポルックスと呼ばれる。アルファ星カストルはポルックスに準じる明るさである。ポルックスの近くに位置する。ベータ星とアルファ星と、それにガンマ星とミュウ星で星座はほぼ長方形を形作る。双子座と向かい合う極はいて座である。 冥王星はデルタ星のそばで1930年に発見された。一等星のベータ星以外にアルファ星、ガンマ星の二つの二等星がある。以下の構成には国際天文学連合によって正式な固有名が定められている。ギリシア神話の双子、ディオスクーロイが星座になったと言われる。この双子はスパルタ王ヒレーダーの息子で兄のカストールの父はスパルタ王。 テュンダレオス、弟のポリュデウケースの父は、オーミはゼウスであったとされる。そのため、ポリュデウケースは不死であった。メッセーネーオアパレウスの双子の息子イーダースと、デュンケウスとの争いで、カストールが死ぬと、ポリュデウケースはゼウスに二人で不死を分かち合いたいと、願った。ゼウスはその願いを受け入れ、二人を天にあげて、星座とした。この二つの星は、ギリシャだけではなく、バビロニア、 エジプト、フェニキア、日本でも兄弟として扱われている。日本ではカストルとポルックスをアステリズムと捉える方言が伝わっている。ガニの目のようにこの二世を目に見立てているものが多い。ありがとうございます。